攻撃が止んだ。タンゴ6、こちらブラボー全体4、応答せよ。タンゴ6、撤退命令が出ている。直ちに移送の準備をしろ。どういうことだ。レールスカが落ちた。データを送る。タンゴ6より接近、地球撤退する。なんだよ突然。ここはおとりだ。早くしないと俺たちの家がなくなるぞ。家？フォートボーナスか。作戦を説明する。進行する OCU に対し、我々はモーガン要塞を要として、ここフォートモーナスに絶対防衛線を築く。見ての通り、フォートモーナスは USN 領の最終防衛ラインであり、万が一陥落することがあれば首都への直接攻撃が可能となってしまう。敵の対戦力投入に対し、我々の取る戦略は単純明快だ。まずモーガン要塞からの降車砲により主力兵器を破壊し、同時に敵部隊を分断、地形を利用して孤立した部隊を抜き出し、市街においてこれを叩く。大規模ではあるが、括弧撃破作戦だ。遠征である敵に対し、ここは我々の本営だ。持久戦になれば、モーガン要塞による攻撃により敵戦力を一気に殲滅できる。また現在、本国より第24艦隊がこちらへ向かっている。到着は明朝0800。我々は1日持ちこたえればいい。司令部からの作戦通達は以上だ。諸君、聞いてくれ。私の一番下の子供は今年小学校に上がる。週末は家族でキャンプに出かけ、一緒に釣りをする約束をしている。妻は明後日が誕生日だ。私は彼女にプレゼントを贈るため、諸君らの年金を隠密に使用するつもりだ。ところがだ、こんな私のささやかな幸せすら壊されようとしている。今戦火にさらされようとしているのはどこだ。そうだ、ここだ。今我々がいるここなのだ。ここは我々の故郷だ。諸君らの家族や友人が暮らす我々の町だ。そこが蹂躙されようとしている。それが許せるか。どうしたクソ野郎どもが来たぞ。訓練の成果を見せろ。ありったけの弾を奴らのケツにぶち込んでやれ。イエスだ。
6より回帰。我々の任務はエリア4、ポイント7の敵を一掃することにある。基地の正面で市街戦をやるぞ。市街には G4 トラップが仕掛けられており、破壊がトリガーとなる。トラップは全て車両に設置。以前やったのと同じ作戦だ。敵とトラップの位置に気をつけろ。我々に撤退の選択肢はない。全敵の殲滅のみが生き残る条件だ。人の家の前でクソ垂れる奴らの尻を残らず蹴飛ばしてやれ。